県部町は、北海道上川地方北部、手塩国上川郡にある町。絵本の里として絵本による町づくりを目指している。愛ヌ語に由来する。現在の県部川側と手塩川の合流点を指す、ケネプチ、ハンノキ、その川口、あるいはケネペップトゥに由来する、などの説があり、いずれにせよ、ハンノキがあったことに由来すると考えられている。 農業が盛ん。畑作物、野菜、落農、畜産。集配業務は、ワッサム郵便局が担当年々、人口が減少しており、少子高齢化が加速している。県淵駅道の駅絵本の里県淵、県淵温泉1989年8月に、世界各国から絵本の原画を集めた、国際絵本原画展を開催したのを皮切りに、 絵本を集めた専門図書館の絵本の館を1991年8月に開館してそこに訪れる利用者の投票で選ぶ県部地絵本の里大賞を開催するなど絵本の里として絵本による街づくりを目指している絵本の里大賞受賞作家によるシンポジウムなども含めた絵本祭りも開催されており回数を重ねて町内外へ その開催が浸透してきている。ABCD、こちら目指すは、絵本の里づくり県部地では、国際原画展。北海道新聞。絵本の里魅力、厚く、県部地町長町づくりの役割公園池田。北海道新聞。アイヌゴラテン本寺、ケーネプシーアイヌゴラテン本寺、ケーネペットプツハット、アイヌゴ知名リストキトコム P41 から 50P。 アイヌご知名リスト。北海道環境生活部アイヌ政策推進室。2017年10月19日閲覧。ABC、絵本の館がオープン。1万冊を収蔵県部内。北海道新聞。県部地道の駅21日オープン町長に、登録証交付。町の情報発信を。北海道新聞。県部地の道の駅日 開業1年利用者36万人突破。北海道新聞。来春のダイアミナオについて北海道旅客鉄道。オリジナルの2020年12月9日。時点におけるアーカイブ。https web.archive.org web 20201209060401スラッシュ https。 www.jrhokkaido.co.jp、ok、スラッシュ cm スラッシュインフォスラッシュプレスラッシュ pdf スラッシュ202019 20個解析 PDF 2021年1月5日閲覧2021年3月ダイヤ改正について北海道旅客鉄道オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20201218050637/https:www.jrhokkaido.co.jp/cm/info/slashpre/pdf/20201218、ok、個大会 pdf2021 年1月5日閲覧 AB 好きな絵本に投票見物でコンテスト。北海道新聞。好評でした。絵本祭り、絵本の館倍増1892人。原画天値上げで効果薄く見物。北海道新聞。丸ごと見物町絵本が開く夢と、未来17日から、祭り歴史重ね地域に浸透。北海道新聞。見物、絵本の館公共建築。 優秀賞にちづくりの拠点評価。北海道新聞。ありがとうございます。